こいつは時間稼ぎをしている。ごめんなさい、言わさなかった。ごめんなさい。むちゃごときに。ごとき言うな。豪華ケーキ。よしよし。ナルト激闘忍者対戦4。コーヒーモンキーズのギャサリンです。ピターマンです。ボイキレです。はい、やっていきましょう。激闘忍者対戦4。早くない？テンポ早い。びっくりしたよ。ゆっくりめもっと大きい声しゃべるよ。じゃあやっていきますよ。はい、緊張見合って、はい、やっていきましょう。やばい。ちょっと回してくださいよ。いや、なんだろうね、勝手に回ればいいなと思ってたんだけど、最初なんかね。もう緊張はなくない？さすがに。さすがに。さすがに。あ、でもね、作品的には確か緊張する段の。もしかしたらね、こんだけこの懐かしいゲームをやっていくわけなんですけれども。はいはい。はいはいって。はいはい。いや、けどもうっておっしゃるんで、なんか喋るのかなと思って。まあ、激人ですよ。まあ、激人4といえば、疾風伝の前ですね。なるほど。なんで、まあ、ぜひ子供時代というか、そうですね、感じなんですよね。ちょうど、ですか、週末の谷で、はい、あのドラマが繰り広げられた、そあの半ぐらいまで、はい、なるほどね。じゃあ私、まずは、サスケくんで、お、いきますよ。そうしたらもう、じゃあやっぱ元凶となった人たち。元凶となった人たち。なんで敵なんですか。まあいいですけど、一人ぐらい味方欲しいな。ナルトくんでいい？ナルトくんでいこう。いいですよ。よし、じゃあこの4人でいきます。あー、ステージはランダムですか。お、一楽の前。一楽か。このメンツが揉めんのか、一楽の前で。怖いな。怖いな。なんで、軌道丸バチガイだよ。確かに、このメンツだとバチガイ、軌道丸だよ。確かに、一楽開いてるよ、こんな状態で。まずはコンピューターを狙いますか。前でめっちゃ喧嘩してんのに。コンピューターですよ。そうね、まずはコンピューター狙いたいね。緑色ですよ。コンピューター狙いたいね。ちゃんと通り。まずはコンピューター狙いたいね。はいはい、狙いましょう。あれ欲しいな。コンピューターからまずは。コンピューターは緑色だよ。コンピューターからね。コンピューターからね、まず。まあいいですよ、別に。後でどう思っても知らないよ。はい。あれ、間違えた。オロチマル。なんで赤いんですか、皆さんは。いや、私はほら、見て見て。私はね、ギャサリンかつキドーマルはこうやってちゃんと、はい、おおおですか。なんだ、やられたぞ。やってくれるじゃねえか。何が何の会話してるの。あんたらはシャリンガン。なんかよし、やまさオロチマルがちゃんと糸に。おでは、あの、ナルトくん。でもよし、チャクラを貯めていきましょう。ところで、コンピューターどれですか。ナルトくんだよ。ナルトくんか。サスケは違うんだわ。サスケだと思ってた。サスケくん、なんか違うな。オロチマル死んだよ。あれ二人とも死んじゃったよ。どうした。ね、まあ、頂上対決ということで、ね、頂上対決。ここからはね、実況ホイキレでいかせていただきたいと思います。この役割多いんですよね。負けましたよ。あれ、あれ終わってしまった。サスケくん、はい、サスケくん、あといきなり本キャラ使うんだもの人。誰がドマルさん。誰がよくないよね。まあまあ落ち着いてね、まずはちょっと、はい、はっはっはをやめてもらえると嬉しい。ちょっとちょうだいこっちに。あ何を争ってるんですか、あんたは。そいつは俺のものだ。とりあえずナルトに当てればいいんでしょ。ナルト倒せばいいんでしょ。ナルト、まずはね、ナルトね。ナルトに当てればいいんでしょ。はい。おお、さすがですね。いいですね。ボケてこない。ボケてこない。ガチでね。ガチで当てに行くって。いや、まさか当たると思ってなかった。おっと、ナルトが来たぞ。当てに行くって。みんな。みんなね。コンピューターでしょ。そういうの下水のいらないからさ。もちろん緑分かってる。ちょっとなんでナルト君そんな追いかけなの、こっちに。あ、ナルト君倒しました。倒しました。倒しました。だいやっぱりね、サスケの体力がやばい。確かに多いですもんね。まあそれは多頭ですよね、これは。体力、おお。いや、ネジと熱戦思い出すな。さあ、シュッじゃない。シュッじゃないですよ。やめてくれる。すごい処理された。あ、しかも連れてきてた。まだ何をやってるんですか。まだ出番あった。まだ違うの、やめて。ダメリゴ、ひどい
もうそこまでやってあげないで。ひどいなちょっとすいませんでした。ひどいな、さすがにちょっとかわいそうだった。そんな炙らなくても死体一応よくない。紐で引っ張ってあげて。まあちょっと反省しましょうか、うちら二人で。ちょっと全国の、うちはマジでよくなかった。全国のオルチマルファンに謝りたい。あれよくなかった、本当に。こっちにちょっと来てん。そういうなんかオネクションなの、なんだろう。何が昨日までもっと男らしいっすよ。そうですね、どっちかっていうと男らしい感じですね。うわー、危ない。じゃあ、こうか。危ない。男らしさ関係ないですよ。いやいやいや、雲と言われ。おなんか削られてるぞ、横から。なんかあの手裏剣ですね。なんか手裏剣。やばいやばい、すごい来てる。あわよくば当てようと思ってない、昨日丸に。いや、何みたいな。オロチマルさん、ちょっとなんとか、ナルト君をお願いしますよ。任せてくださいよ。いない、違う。お主ら、ニュースでやってる場合じゃないんだって。お主ら、あぶねえな。やばい、お前ら、やばい、やばい、やばい、ナルト倒した。ナルト倒したよ。でも、オロチマルがさ、今勝ってないから。まあ、そうですね。そうね、うん、じゃあ、まずサスケからね。まあ、どっちでもいいですよ、それは。まあまあまあ、それはね。それは文句言いませんから。あの、飛び火すると思うんですけど、それ大丈夫ですか。飛び火取る。危ない。あー、なるほどなるほど。はい、久しぶりに操作がね。あ、まあ懐かしいからね、だいぶ。そうですね、懐かしすぎてね。引くもの一刀。あ、あ、ずる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 。あ、あ、ひどまる。ひどまるが、ひどまるが、仲間が、仲間が、仲間が、うわ、カトラ。おーおーおー、ちょうどいいですね。ちょうどですね。この仕組んでないのにここまでいけるという。仕組むじゃない、仕組む。いいですね。まずはコンピューター減らしますよ。あっぷね、あっぷね。コンピューターってどれだっけ。ナルトだった。そうだった。そうだった、そうだった。そういうのいらないから。そうだった、そうだった。ナルトだった。ナルトでしたね。ナルトだった。ナルトだった。ナルトだわ。あっぷね、あっぷね。ナルトだった。ナルトだ。そう、ナルトだったね。これ矢印って赤からどうやって変えるんだっけ。やだ、いや、やだ。やだ。これはちょっとお仕置きですよ。ひどいな。ひどいですね。ずっとずるいな。ずっと赤だったからね。ずるいな。やるっていう。ずるいな。聞いてくれる？ずっと赤だったからね、あいつ。どうかと思う。ナルト君やろうぜ、あいつ。ちょっとよくないと思う。最低お前ら。いやいやいや、本当に。いやいやいや、コンピューターも潰さずに一票潰すってどうなの。ナルトを狙って。ちょっと、いや、さすがにこれはダメだよ。まずいですね、これは。国家先はね、ひどすぎる。あ、からな、いくらなんでも。さすがにね。いや、もう助けビジじゃないです。どう、あんたらのせいだよ、本当に。かわいそうに。さすがにこれはひどくない。これはオロチマルやるべきだよ。オロチマル体力やばいね。いやいやいや、確かに。やばいでしょ、あれ。あ、あ、惜しい。あ、そう、やばい。やるな。やばい。じゃあ、私たちちょっと見守ってるんで。あ、やばい。うまいっすね。よく当てますね。ベロンベロン。上司に上司に抗う。下克上だ。やばい。でもこれちょっと上司に抗う。これ僕何もしませんからね、頑張ってください。ちょっと上司の鉄槌が。あ、ちょっと上司の鉄槌が。こっち来られると僕焼かれちゃうからやめて。上司の鉄槌が。上司の鉄槌が。こっちやめて、こっちやめてって。危ないから。あ、ちょっとこっち向くんじゃない。お前こっち向くんじゃないよ。危ないって。お前ら本当。あ、焼かれたカトンが強い。結局勝つんか。切られた。何なんすか、あったくも強いな、広丸。勝った。なんか接戦になっちゃいましたね。接戦だったね。さあ、次はいい勝負という。どうしますか。次はどうしよっかな。僕ガーラしかな。ガーラ、ね、砂ですか。砂です。音は、あー、いいですね。いいですよね。あの、それダメですよ。え、これはダメ。これでもストーリー的には合ってる。ストーリー的には合ってるけど、ダメです。そしたら君のホコイズム向くから。本キャラダメなのかな。 4P ナルト君にして君にズム向くから。あとでもこのメンツでね、中関わってるのって言うと、さすがこの辺ぐらい。あ、そうだね。砂ですね。あ、砂ありだね。手前、まあ、カンクロとか、まあ、手前でいいんじゃないですか。そうね、でもロックリーンのとこに助けに来たのって言うとね。早くしてくれますか。だって遅いよ、だいぶ。なんかすごい。なんでもいいでしょ。じゃあ手前で、手前で、はい、手前さんで。じゃあ、OK、お礼しましょうか。おー、なるほどね。一人だけコノハ。何だね。味方に引き入れ、たわよくば引き入れようとする。砂っぽいのがいいですね。砂砂漠なかった。
ありそうよね。あったよ。じゃないですか。あ、な、あれ、なんかないので。ないですね。あ、サンスクミとかもいいね。草原で、お、多分ここ砂漠っぽいんで。砂ありそうですね。うん。砂漠、ガーラが勝てるみたいな、そんな話はない。砂の力使ってね、全部武器みたいな。フィールドが動き出してる。あ、ちょっと、まあ、それっぽかったみたいな。あ、それっぽいね、確かに。それっぽい。地面のマップなんだろうね、これ。あれ、今回誰コンペタ、リー、あ、じゃあ、環境ロス。やめてやめて。サクシがいたね。サクシでしょ。今日の暑いだったサクシ、ピーターマンが。ピーターマンが。いや、きついな。削る。削る。削る。あぶね。あ、来たよ。やばい。危ないね。よいしょ。いでよいしょ。どれにしようかな。当たった。ピンポイントで当たりましたよ、カンクローさん。褒めてください。ありがたい。カンクロー。カンクローも落ちましたよ。許さねえ。許さねえ。許さねえ、カンクロー。あの、一品狙うのすごいないと思うんだよね。許さねえカンクローってロックリのセリフじゃないから別に。別にロックリのセリフじゃない。あの、今 2P 勝ってるんですよ。いやいやいや、ガーラですよ、勝ってる。どう見ても。あ、HP 互角ですね、結構。みんないい感じ。あ、間違えた。はい、このまま全部。おー、うまいね。いや、うまい。このまま、痛い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 。このまま全部。よいしょ。やめてやめて。原作通りだった。砂漠クソそう。骨食い込んで動けなくなっちゃうから。あ、治りますからね。そうですね。治って強くなりますから。OK、さらに。いなくなってる、いつの間にかリー先生が。あ、もう倒しましたよ。いやー、強そうだな。お、強そうだな。あ、強、間違えた。あ、ちょっと待ってて。まあ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 、そんなガチでやらんでもいいんじゃない。猛攻ですね。強いな。痛い、痛い。お姉ちゃんを舐めないで。あ、ちょっと、削られるのか、それ。そんなガチでやらなくてもいいじゃないですか。お姉ちゃんを舐めないで。飼ってるんですからね、あなた。やっぱ姉のね、姉の何かがあるんでしょう。姉の力はね。だから赤狙うんじゃないよ、本当に。どれが黄色黄色じゃないって。緑。あの、黄緑。黄緑ね。ピーターマンカラーね、要は。うん。ピーターマンカラー。お前いつもそうやってさ、前線に出ずにさ、生き残ってるんだよね。それ、ね、一番良くないと思うんですよね。なんでリーがやられてんの。なんでリーやられてんの。それは分かんないですね。ねえ、よくないなぁ、ね、まだまだ操作に慣れてないですね。よくないなまだ慣れてなかったんですか。慣れてないですね。結構やってましたよね。いや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 、放送外で。いや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 、僕が得意なのはナルティメットストームですから。ああ、分かる分かる、確かにそうだ。後でやろうね。後で、そうですね。うん、当たるわけねえだろ。あっ、あ、やばい、頭痛い。頭痛い。頭痛が、偏頭痛持ちだった。パブロン飲みますよ。パブロン飲み、パブロンで終わる途中ならいいけど。あ、いた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 。溜めてんなぁ、必殺技。まあ、おっかしゅー。あ、頭痛い。あれ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 、すれ違いが。あやばいやばい、溜まりましたね。ちょっと待って。おう、キャサリさん溜まってます。いやー、もうさー、ガード削りが、ガード削りが、そう、もうちょっとさ、視聴率のこと考えよう。いやらしい話だ。いやらしい話。そうね、勝ち負けのね、このひたすら勝ちたいだけ、勝ち負けのこのさ、うん、押し引きみたいなのがね、そうあった方がいいんじゃないですか。もうちょっと必要ね、確かに、うん、と思いますよ。まあ、ラスト一戦でね、そうですね、見ようと思う。まあ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 、イタチ。じゃあ、あとしてカカシ先生じゃないですか。イタチか、永遠のライバル。久々にすればよかったな。この辺いいじゃないですか。ちょっとなんかイノの場違い感がすごいけど。確かに。アスマ先生とかいたらね。あ、そうね、ちょうどよかったかもしれない。まだ出てないからね。そしたら僕だけだね、敵。そうですね。危なかったね、今。結構な敵ですよね。ちょうどあのサスケ奪還編の前あたりですかね。あ、じゃあもうまさに襲来編の高橋先生、このハック寿司の後ぐらい。あのさ、だから2ピンはさ、毎度毎度違うの、違うの、誰だったっけなって毎回分かんなくなっちゃうね。あ、オロカな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 、アナドたち。危ない、よし。あれ、なんだ、オロカなが一番危ないな。おー、いてててて、お、なんかそっち行くぞ。やめて、やめろ、トモよ。トモよ、ティーだ。確かにトモじゃねえだろ、トモよ。高橋先生、すごいですね。頑張ってますね、意外と。あ、おおおおおおおイタチマックスだ。やっぱ愚かなしかやってないから。いや、違う、愚かな仕事してないから。
なんで君らはさ、だって2P をやろうとは思わないの？だってマックスだから。関係ないだろ。キャラさ、キャラさ。すぐ寝返ってよ。地味に、地味に。残念でした。おっと、だいぶガイ先生、ガイ先生が。あ、危ない。渾身の新天神。はい、僕は残念でした。渾身の新天神が。はい、さん来た。出てて、やばいやばい。あ、消された。やるね、ガイ先生。ガイ先生強いな。強いね。あ、強いね。さよなら。よし、一本取った。実力差がやばいな。体力残り方半端なもんね。やばいですよね。ちょっと怖いな。ちょっと考えなきゃいけないから。何かを考えなきゃいけない。確かに一度考えなきゃいけない。そうだね。まあそういうことするんだったら僕もしていきますけどね。よいしょ。もう普通に戦ってるよ。ボンビューダ強いな。カカシ先生吸引行った方がいいんじゃないの？カカシ先生なぜかこっち。なぜかなぜかこっち狙い。糸を組んでくれるカカシ先生。いや、いらないからそういうの。優しいな。優しいな。何の糸だよ。いやー、まずいな。これはきつい。よいしょ。いやー、きつい。なんで二人とも来てんの。おかしいでしょ、これは。ずっと僕は、はぁしかできないんだよ。はぁって。はぁって言って。ちょっと、ガイ先生、頑張って。ガイ先生。頑張れ。ガイ先生。ガイ先生頑張って。ガイ先生、ガイ先生頑張ってくださいよ。アズマ出てきましたね。アズマ音に勝ちに来てるんだよ、皆さんは。出てきたな。 2P 良くないよ、ほんとそういうの。まさかの、まさかの、まさかの。ゴキゴキ。これだいぶやばい。そうだけど、だいぶ。まあまあいいです。サバ折りが。サバ折り、サバ折りか。痛いよ、痛いよ、痛いって言ってるでしょ、クソ。様子見が、ガイ先生、様子見が、様子見が減ってますね、ガイ先生。減ってるじゃない、増えてますね。増えてますね、増えてますね、増えてますね。そんなせいだって。日本語がやばい。しゃがめば体力回復。あ、間違えた、間違えた。そう、ガイ先生、やがめな、今。ガイ先生、やばいな。頑張って。勝った方がいいよ、これ。やばい、やばい、負ける。負けたくない、負けたくない。いや、負け、いや、お前それはダメだよ。ずっと勝ててうまい。いや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 、よかった、よくやった。まあ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 、日ピーに勝たせないことは外先生のおかげですよね、やっぱ。そうだね、外先生。だから赤を狙うんじゃないよ、毎度毎度。新天神ちょっと、そんな、そんなうなだれてる女子を。そんな殴り方は良くないと。いやいや、やりますよ。そんな女子。マリコやらせてもらいますよ。良くないな、良くないな。痛い、危ない。結構危ないですよ、ここ。生きていく。結構危ないんですよ。おお、よいしょ、はい。よよ、あらよ、あら。大丈夫それ。だいぶターゲットやばいことになってる。あら、しまった。やばいやばいやばい。残念でした。やられた。カイルイジにしてやったぜ。やられた。 あっちも勝負つく。ガイ先生、ガイ先生。まさかの。ガイ先生頑張れ。負けにはいかない。負けるわけにいかないんだよ、これは。あ、うまい、うまい。うあ、これはちょっと、これは何やってるの。最悪だわ。ちょっと見たくなかったですね。本当だよ、熱い抱擁が。せめてガイ先生との一騎打ちに持ち込みたい。カカシとの一騎打ちとして絵的に弱いんじゃないの。そうですね。まあでもどっちの絵でもね、まあ確かにかっこいいっちゃかっこいいや。はい、倒した。ガイ先生もここまで来たか。切った後の爪ぐらいの幅しか残ってない。大丈夫それ。お、投げるね、投げるね。攻めるでボカンだね。やった。このミニは、いやー、強かった。強かったですね。イタチ強かった。でも僕一勝でこいつ二勝なんですよね。結局みたいな。なんだかんだギャサリン勝ってるんですよ。持ってかれるみたいなね。とこありましたけど、ギャサリン激に強いからね。まあ強いですね。1対1だとこの中で最強じゃないですか。まあ ね、確かに、うん。まあ、そこはなんか年季の差があるんですかね。年季って言ってもう何年前の話かも覚えてない。このゲーム一番やってるのは僕のはずなんですけど。確かにそうだ。確かにね。確かに。さあ、まあ時間もね、そろそろちょうどいいということで、はい、はい、何かお言葉ありますか？ありません。はい。ナッシングです。ナッシングです。はい。はい。それでは激闘忍者対戦、とりあえず単発で、はい、本動画1本撮らせていただきました。はい。何笑ってるんですか？いや、ナッシングです。なんでちょっと色加えてきたのかな？つぼってるんじゃねえよ。何つぼってるんですか？ありがとうございます。まあ、またいずれね、機会があればこういうね、懐かしい
はい、弾頭系のゲームやれたらいいですね。そうね、特にジャンプ系でね、はい、そうですね、はい、ではこの辺で終わりにしようと思います。はい、じゃあ皆さんまたグッバイ。え、みんな何も言わないの？もう一回もう一回じゃあグッバイバイなら、さよなら